始まりました。始まってます。始まってます。今どれぐらいですか？今ゼロですゼロ。まあでも行きましょう。はい、はい、どうも皆さんこんにちは。ミッドウェスト東京店の一ノ瀬です。一ノ瀬です。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日はダブレットの、最終のデリバリーですかね。そうですね、はい、が、今日からスタート、9月10日からスタートしてますので、ちょっとそこら辺のおすすめのアイテムをご紹介しながら、はい、またなんか質問などあればぜひ聞いていただければと思います。はい、スペシャルなアイテムね、ありますね。あとご紹介しましょう。はい、はい、まず、今回は、コレクションでいうと あれですよね、スクランブル、そうですね、交差点のところでやってた今ちゃんのやつですよね。はい、そうですよね、ここら辺の。ちなみに今回あれだよね、あのショーピースとここら辺のちょっと奇襲みたいな、あのショーではやってなかったアイテムも発売してるんですよね。はい、そうですね、はい、まあ、がっつりアウターと、まあ、ニットとがメインで、はいはいはい、入ってきましたよとっていう感じです。この辺の定番の、ね、はい、裏返しのニットね、はい、これも可愛いね、はい、今ちゃんになってるっていう、はい、そういうことですね、はい、じゃあまず、アウターからいきますか。ここはい、じゃあ白いきますね、はい、これが今回、はい、おめっちゃこぼしちゃった。はい、これが今回、いつものボアのシリーズ、人気の、そうですね、ボアのシリーズで背面がいつもあのスプレー、うん、職人さんのスプレーでこうペイントしてるタイプが、今季はダブレットらしい刺繍で、刺繍だこれ、はい、全部刺繍で、羊が羊、これじゃあ羊を使ってるってこと？これ、いや、羊を使ってない羊は使ってないです。羊は使ってないですけど、わかんないですけど羊の刺繍です。だからまあ要はこの多分白いこう感じが羊っぽくみたいな感じなんじゃないですか。そっちは？これも羊です。あ、一緒だね。で多分ランウェイだと2人こう黒白で、そうですね。はい、でなんかピンクのパンツ合わせてみたいな感じですね。そうですね。ピンクの速乾のジャージー。そうですね。はい、着られた。今回でもなんかちょっといつもよりなんか分厚くないですかこれ？確かに結構厚地ですね。ね、アウター感というか、なんか前のやつボアのシリーズってどちらかなんか長さも長くなった気がします。もう確かに、確かにここがちょっとなんかね長くなった、ね、着丈長くなったですね。ちょっとこれプライスは？これ12万1000円。12万1000円税込みですね。はい、税込み12万1000円。前のやつが、まあ、8万ぐらいで、ね、やっぱちょっと8万8000ぐらいでしたね、はい、なのでもうちょっとこう真冬までいけますよみたいな。そうですね、そうですね、うん、で多分まあ裏もこれも羊ちゃんも全部刺繍なんで、あ、まあその分プライスもそうか、はい、乗っかってくるような形にはなって、エアブラシとまた違って、はい、そうね。なんでここも羊のこの顔の部分がこうまたちょっと立体的にこうボアを、うん、はい、再現しているような感じになって。これ白可愛いじゃん。これサイズはもうワンサイズですか？ワンサイズですね、うちは M サイズ。これ M サイズ、 M サイズで170センチはこれぐらいのサイズかな。はい、M サイズ。ショウさんがかっけーだ。ブー、ありがとうございますありがとうございますと、ブラックですね。177 170cm。 黒の方があの立体が分かります。あ、本当ですか、うん、ここの白、こっち、うん、白黒っすね。すごいよこれマジで。めっちゃ面白い。でもこれ普通にもこうやって歩いてきて、うん、あの人もう来てるわって後ろ見たらもう羊結構結構やカオスっすね結構カオスね羊の顔ついとるやんけ。前より全然なんか暖かくなった気がするよ。保温性はね、しっかりありますね。暑いっすね。が、うちはなので、白黒、両色。はい、両色です、ね。はい、入れてますよ。はい。はい。サクサクいきますか、じゃあ。はい。で、これ。あ、こっちいいね。そうだね。ニット。そうだね。じゃあ、レンさんいきます。僕、ちょっとこれ脱ごうか。
じゃあピンクいきましょう。ピンク、これがなので今回は蝶ではなかった、はい、ピースですね、はい、あ、上からいっちゃう、さすがっすね、そこまで出る懐かしい懐かしの今日懐かしのアイテムをダブレット着てますよね。懐かしいダブレットのすごい、これ何年だよ、めっちゃ昔だよそれちょっと僕は脱いでいこう、すごい、今回のテーマだ This is me Is this me か、はい、ね、これがなのでイマちゃんの顔がプリントされてあって、やっぱりこうコレクションのラーメンみたいに今ちゃんの顔足りたいよってなったらガッみたいな、全然聞こえるんですね、すごい、そういうことですよね、こういうことです、うわーめっちゃ怖いわ顔やばいっすか、見えんよね、そうが今回のそのニットのシリーズ、これはでも、インサイドアウトで裏出しのニットなので、これ両面切れるんですね、確かね、両面切れますね、はい、ね、後ろの、あ、すごいですね、このね、こっちも綺麗にこんな感じで、はい、こうすると、まあ、ちゃんとしっかりこのあれですね、ニットの編み地が分かると、はい、これはもう最近だと定番でずっと、うん、そうだね、色と顔と文字を変えて、はい、やられてるシリーズですけど、69,000円の商品で75,900円です、はい、まあ、ダブレットといえばの一つのアイテムです、ニットをね、今ちゃんピンクか、はい、ブラックですね、はい、っていう感じです、で、あと、形で言うとこれですね、このサイズが、はい、すごいショッキングピンクとかブラック、あと白かな、3色展開で、はい、ジップニットになってます、こちらは、前々回の AW の時だよね、の時に出てた、そうですね、ありました、なんかちょっとストライプの、はいはい、あのニットがありまして、その形がすごい売れたんですけど、それを単色にして今回出してるっていうニットでございます、ギャルっす、ギャルでもまあ今シーズンはこのショッキングピンクでしょ、はい、すごいよマジでやばい、これなので形で言うと、あのここからまあいつもよりこうフリンジっぽくなってて、はいはい、これ横からこうポケットがこうもう見えてるんですよね、はい、この中がこうした時もここにこうポケットが出るようなデザイン、でここがリブになってて、すごいね、これ確かにアルパカとコットンとウールとなので、半袖で着てもそんなにチクチクしなくて、はい、ボリュームのある感じです、これも M サイズのワンサイズで撮ってます、かわいいです、似合うんですねもうすごい、もうピンクマンス林はペーパーか僕かみたいなペーパーすごいよ、はい、やつが三色で、はい、あります、で、あとはちょっとスペシャルな、うん、あ、そうそう、はい、一番スタンアウトここが、はい、あります、三色あって、で、あとこれ、これをね、ご紹介したかったんです、これがスペシャルアウターだよねこれこれ見て、カリオテンですか、テンですか、これはすごい、カリオテンがもうラッパーですね、ラッパー感、ちょっと着てみましょうか、これはドラミンゴでどちらかというといろんな漫画のキャラクターが出てくるっていうような、すごくないこれ、やばい見てこれこれは、え、何ですかこれは、これ何なんですか、これあれですよね、あの廃棄される予定だったあのこれリアルファー、リアルファーの、まあ、いわゆるあの昔こうダウンのこのフードのところにこういう、あ、なんて言えばいいんだろう、はい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 、フードのところについてるこのリアルファーのこの、なんて言うのこれ、付け襟じゃないですけど、うん、なんて言うんだろう、わかんない、これリアルですか、これリアルです、マジ、うん、全部こう色とかも違うんですけど、うん、あのもういろんなラビットとか、うん、ラクーンなんでアライグマですかね、はい、アライグマとか、はい、
あ、アライグマじゃない、タヌキか。タヌキとか、ウサギとか、キツネとか。はい、多分、ウサギとキツネとタヌキのリアルの、本当、廃棄されるファーを、エリ、ファーのこのエリ、これ全部エリ、これ、これ全部エリっすね。エリをもう無数に全部つなげてる。なんでも、こういうことですね。あ、こうこう。これ、これがエリなんだ。すごい。へえ、これ何個ついてるんですか。もうわかんない。わかんない。これがもう無数につけて、はいはい、この一着。はあ、なるほどね。だからもう、すごい、なんかもう、すごいですね。手とかもすごいです。これはちょっと森っすね。スペシャルピース。そう、これしかも世界に6着しかないです、これ。で、なんでこれ多分あの本当廃棄されるあれだったんで、全部アソート一点物なんですよね、多分。これいくらですか。38万。38万円。すごい。でもまあまあ、これはもうリアルファーですごいね。もう、まあ普通にリアルファーだったら400万ぐらいするもんね。いやー、しますします。それを、まあ、はい、サスティナブルの観点からやってるっていうようなスペシャルなアイテムになってます。だから最近のさ、こうサステナとかも結構、はあ、これが裏地ね。取れるんじゃない。これ全部取れるっぽいっす。取れるっすよね、はい、取れます、取れます。ボタンでこう外せるんで、まあこの辺とかこういう今引っ掛けてあるんで、うん、外したりもできますね。あ、外したらもう、普通のシンプルなブルゾンになるの。裏地だよね。裏地の完全に布一枚みたいな。すごい、これ後ろ姿とかこうやばいっす。やばい。やばいっす、もうドフラミンゴ。セレブなドフラミンゴみたいな感じで。いや、でもこういうのだから結局要はこう向こうの海外の人が着てるんでしょ、絶対。いや、そうっすね。だから海外の。でもまあ多分これ多分ウサギです。これウサギ。これはこれキツネじゃないですか。あ、これキツネです。これタヌキ、タヌキじゃないですか。これがタヌキ。ああ、でも確かにちょっとタヌキっぽいかもしれない。あのでもなんかこれ見た目重視かと思いきやめっちゃあったかい。ここら辺めっちゃあったかい。リアル、リアルですか。リアルだからね。すごいです。お命なんで。なんかちょっとまあ冬なんかこう寒がりの人はいいかもね、これね。確かに。もうそんな次元じゃねえ。これこれ行ける？渋谷行ける？ワンチャン行ける？いや、行けますよ。行けるか。あ、そうです。行けます、行けます。コレクション用にも。そう、これ用ですね。うん、スナップ。ああ、なるほどね。まああとはなんかちょっとね、なんかおばあちゃんの還暦祝いとか。高級やね。すごい。はい。のアイテムもございます。はい。あとは、はい、あとは、はい、まあちょっと、あ、ここら辺行きます。ちょっと売れてかけたんですけど、うんうん、何これ、なんか見たことあるんだけど、絵文字ですね。皆さん大好きな、はいはいはい、LINE でよく使われる絵文字ちゃんたち、はい、すごい、あの履いてますよ、こいつ。とハートちゃんと、うん、ちょっと脳、まあ、爆発してるやつね。ちょっとかわいい、かわいい。これはなん、缶バッジ？缶バッジですね。いつも出してる。まあ、前回だったらあれだ、オレンジとか、はいはいはい、果物シリーズ、はい、果物シリーズとかであったやつで、ね、これもでも人気ですよね、毎シーズン、うん、なんでウェアにつけるもよし、バッグにつけるもよし、うん、あ、そういうことね。僕はスニーカーにつけるといいかなと。へえ、洒落てるね。こうやってつける。あ、そうそうそう、シューレースとかつけたら可愛いかなと思って。なるほど、はい、もう発売よと、はい、とあとこのスペシャル、ああ、これが噂のなんかなんかニュースなってましたね、いっぱいニュースいろいろ取り上げていただいて、ね、ますね。これが、はい、木島孝之さんとダブレットと、はい、うちのトリプルネームのコラボのサウナハットですね。はい、サウナハットだ。サウナハットってだからこうあれあれだよね、こうサウナに入っててこう髪が火傷するからってこと。そうそうそう、なんで断熱みたいな。そうですね、なんかでもいわゆるこう本当にサウナーの方たちってやっぱ長時間こう、はいはいはい、何回も入りますからね、はい、私たちはなんかそういうちょっと本当に長時間入る方とかだったら結構サウナハットをかぶられるみたいで、まあ、で、はいはいはい、でまあ今期このあったこの焼けちゃった刺繍シリーズ、あのムービーもねありましたよね、はい、あのすごい
隣のおじさんの話が長くてずっと出るに出れやんくって、もう途中で燃えて燃えたみたいな感じですよね。そうそういうストーリーの今期の秋であったあのショート丈のシリーズ、燃えて短くなって、まあこのバックとかもそうですけど、あこれだ、はい、このシリーズが本当にここに投影されたというか反映されてる、このこれですね。あそうですね、そのパンツもそうですね、もうジャケットないけどパンツだけ、ね、そうですね、焼けて短くなっちゃったっていうので、うこのサウナに猪野さんらしくちょっとユーモアを使って、はいはいはい、これでもあのあれなんですよ、一回あの木島さんとなんかご飯に行かせてもらった時に、木島さんと大杉さんってあの、まあ、木島さんのにいらっしゃるスタッフがめっちゃサウナが好きっていう話で、うちの社長とめっちゃ盛り上がってたんですよ。サウナ優先して言うがいいよみたいなとか、なんかすごい言ってて、そうそうそう、名古屋でね、名古屋だと、名古屋のどこがいいですか、まあ、ウェルビーとみたいな感じで言ってて、の時に、いやなんかこう、木島さんが、そう、の時になとか、なんか、てか、サウナハットって、なんか木島さんで作ったらどうですかみたいな話から、そう、で、お、それめっちゃいいやんみたいな感じで盛り上がったんですね。そしたら、確か、その後になんかこう、でもサウナといえば猪野さんだみたいな感じで猪野さんに連絡して一緒に作りませんかって言ってできたのが確かこれだと思った。ああ、そうですね、はい、また猪野さんがこれこだわられて、やっぱサウナといえばフィンランドやっつってきて、うん、フィンランドの糸を取り寄せて、うん、これ、はい、あ、そうなんだ、作られてる、へえ。こんな感じ、ね、なので、お、すごいですよ、ちっちゃい、こんなちっちゃいタグ初めて見たよね、このね、ダブレットのハットハットメーカー木島孝之で、あで、しかも再生繊維 を使ってるんですね。そうですね、で、中綿で、だから、まあ、審査レートかなんか入ってるんですね、確かね。そうですね、審査レートが入ってる、だからこう、耐熱素材。そうですね、で、これが、これもなので今日から発売ですよね。これも今日から発売しました、限定で別注ですね。うちだけ、うちだけです。なんで結構、まあ、ファッション大好き人間であれば、サウナーであれば、ちょっとイケてるサウナーとないっていうそこからサウナーとダセーみたいな、普通の、ね、はい、そこから始まったアイテムですね。でもこれ自体なんかあの前やってなんかチューリップハットに似てるよね、あのダブルさん、あ、ありました ね、オレンジと、あの、はいはいはい、でも普通に可愛いの、はい、でこれは一色展開なんですよね。一色展開です。なんかサウナーの人からするとこの色が、あ、そうなんだ、サウナハットでこの、でも確かにサウナ僕もまあたまに行ったりするけど、最近確かに被ってる人多いよね。あ、そうなんですね。こんなおしゃれなことでサウナ入るのすごいね、皆さん。でもこれもなんで、でもやっぱリアルで使えるようにっていうんだけど、どっちもこう普通に街中でも使えるようなハットで。はいはいはい、まあ、もうだからそのままおしゃれしてそのままサウナ行っちゃうって、そのままかぶったままもう動線でね、そのライフスタイルだよね。いや、ね、そうそうだよね、はい、これがなんかこれちょっとなんかなんていうの、中綿というか、そうですね、中綿が入ってますね、これね、はい、ちょっとね、ふわっとした柔らかい感じで、まあこれフリーサイズですよね、ワンサイズ、フリーサイズです。で、まあ本当にこれぐらいの感じかな、まあ可愛いよ。いや、可愛いと思います、ね、個人的にはちょっとこうあの斜めにこう曲げるのが可愛いかなと思います。どういうことでやってみて、曲げてもいいよ。ちょっとこういう感じでなるほどね、まあ、ここはちょっと遊びが効くよね、はい、はい、なので普通にまあ曲げてもいいし、まあ、そのまま被ってもらってもいいし、でリアルでもサウナでもどうですかっていう、はい、はい、これがプライスが今7000円の消費税、29,700円、はい、29,700円になります。まあ、ちょっと高いねちょっといい値段するけど、まあでもこれ刺繍だったらしょうがないです。そうですね、はい、まあ、素材とかもちゃんとそうだ、ね、フィンランドからしっかり取り寄せてっていう感じだしこだわり抜いたこだわり抜いたベッチュアイですね。はい、まあ、一応なのでここら辺が発売なのかな、はい、そうですね、このレアあたりがもうこうなりですね、もうこれでラストですね、うん、秋冬ダブレットの秋冬はこれで終了と。まあでも本当にこう、まあ今3回目
デリバリーで、そうですね、3回目で、はい、なんですけども、ファースト、セカンドのやつがすごいやっぱどんどん売れて補充して売れて最後の補充みたいな感じなので、まあ、ここら辺のニットとか、まあ、9月入りましたし、まあ、これからまあリアルに、ね、使っていただけるのと、あとまあ結構カラーものだったりとかちょっとキャッチーなアイテムが最後多いので、まあ、ここら辺はちょっとチャレンジャーの方は、はい、そうですね、見に来ていただけるといいかなと思います、はい、ぜひまたこんな感じで、はい、今日なんかあれだね、コメントないんですけど、まあ、静かに粛々と、はい、粛々と終わってますね、そうですね、はい、そうそう、このもんね、このもん、はい、大丈夫ですか、大丈夫です、はい、まあ、またじゃあ、次のまた入荷の時もね、そうですね、また別の、次は、ま、次何、次何買うかな、考えておきましょうか、はい、また次、はいはい、次の、はい、また入荷動画ちょっと YouTube ライブでやっていきますので、またぜひ引き続き見ていただけるといいかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。